と試合をやれていかがですか。そうですね、1ゲーム目から、スタートは本当に、自分の中でも、いい方で、毎ゲーム点数はすごく離れなくて、しっかり自分がちょっとリードしている中で競ったりっていうのはあったんですけど、1ゲーム目からこう前半自分の得点率っていうのはすごく高くて、挽回されたとしてもしっかり落ち着いて最後乗り切ることができたので、そこはしっかり4対0で勝てた要因かなって思いますし、自分の中でもすごい大会に出れば出るほど結構佐藤さん選手と試合にやらせてもらってるんですけど、その中でもやっぱり大会ごとにやっぱ雰囲気だったりとか空気感っていうのはやっぱ変わってくるので、こう同じ選手なんですけどやっぱ少しずつお互いにやっぱ変わってるところっていうのも絶対出てきますし、こうすごいそこを楽しみながら試合できました。そういう面でやっぱり昨日も聞いたけど日本人とやるっていうのは特別なっていうか、はい、そうですね、やっぱりお互いこう分かりきってる中で、でも久々にやる選手と結構やっぱ何回も最近やってる選手っていうのはそこは分かってくるんですけど、でもやっぱり練習だったりとか同じ空間で合宿だったりとかやってる中で、こういうふうにしっかり日本人選手と対戦した時に勝つっていうのはすごくものすごく大きなことになってくるので、自分はすごくこう日本人選手と対戦する時だったりとか、もちろん他の選手でもそうなんですけど、やっぱりこう目の前の一戦一戦をこうしっかりやりきる勝ちきるっていうのを目標に戦っているので、そこはすごいいい精神的な部分のこういい状態になってるかなって思ってます。普段と違う環境でカットマンとやるっていうのはどうでした？そうですね、本当に何て言うんですか、やっぱりカット打ちの時の方が時間っていうのがやっぱちょっとこう長く感じるっていうか、だからシーンっていうのがすごく感じたりとか、ライトもちょっとこう違った中でやるので、確かに少し違う緊張感はあったんですけど、でもチームカップの時よりはやっぱり全然大丈夫だったので、やっぱああいう舞台を慣れてるとやっぱ違うなっていうのはすごく感じました。これ唯一の日本人の女子で残ってる選手っていうことになるんですけども、どうですか残り2試合は。そうですね、まずは目の前の準決勝をこうしっかり自分の実力を出し切って楽しみたいなって思いますし、本当になんて言うんですかね、いつも通りまずはその目の前の一試合に集中してしっかり実力出し切りたいなってすごく思ってますし、本当にすごい楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。テレビ以上です。